田椎名モーターズです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介させていただきますのはヤマハ XJR400R のご紹介です。こちらですね、なんといっても特徴的なのは黒とゴールドの RZ カラーオールペイントの車両になります。そしてですね、各種ニューペイント済みの車両という形になりますので、早速ですねご紹介させていただきます。はい、まずフロント周りです。ヘッドライトの大きな点灯傷などはございません。ウインカーのステオレ、レンズ割れなどもない状態です。フロントフォークの大きなにじみや漏れ、こういったものもない状態ですね。フロントフェンダーの大きな点灯傷や割れもちろんございません。前輪ですね、前輪タイヤ、こちらもですね溝付きになってますので、まだまだひげついてます。そのままお使いいただけます。ホイールの大きなガリ傷などもない状態です。キャリパーはブレンボのゴールドキャリパーを装備しております。はい、エンジン周りです。ヘッドカラーのオイルにじみ等も、ございません。キャブレーターカーのガソリン漏れもない状態です。エンジンはシルバーにニューペイント済みですね。錆腐食等は少ない状態となっております。メインフレームもですねブラックにニューペイント済みです。マフラーはノーマルマフラーですね。リアサスペンションはオーリエントのリアサスペンションです。リアホイールもブラックにニューペイント済みです。大きなガリ傷、へこみ、こういったものもございません。リアタイヤもまだまだ溝残っております。テール周りは純正をキープしている状態です。反対側回っていただきましてシートです。前後ろともに大きな切れや破れもちろんない状態となっております。タンクです。タンクもですね大きな点灯傷、へこみございません。綺麗な状態ですね。ではタンク内です。はい、タンク内錆腐食等は少ない状態となっております。ではエンジンの方ですね、始動していきます。皆様のお問い合わせお待ちしております。